はい、ありがとうございました。どうもこんばんは。今日は本当にこのロータリー、浦和だからロータリークラブ の総会にお招きいただきまして本当にありがとうございました。今日は健康タッパーということで、健康と漢方というテーマで、今日は皆様に、ちょっと漢方に近づいていただければということで、今日はお話しさせていただきたいと思います。それではスライドをですね、見ながら一つ一つちょっと分かりやすいようにお話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっと時間がかかるということで、いかがでしょう、漢方ということに関しまして使ったことがあるとか、いう方はいらっしゃいますか。実際に煎じ薬みたいな形でお使いに、粉の やつのことなんですか。粉です。あ、そうですか。漢方に関しまして、これからお話しさせていただきますけど、在経というのがありましてですね、漢方でもこう煎じるような形での漢方薬、あとは原末を使っての漢方薬、あとは下流、錠剤という規制のものまであるわけなんですね。で、基本的に手前どもの紹介にもつながる話かもしれませんけども、うちの方ではその方その方に合わせた本物の漢方を、お渡しさせていただいているような薬局で、要はその煎じ薬、原末、こういうふうなものを中心に、オリジナルの、漢方薬を、調合するというような形ですね。ちょっと、準備ができたということで、じゃあちょっとよろしいですか。はい、じゃあちょっとまず紹介の方を作るからですね。そうですね、うちの方がこのような形でブースごとに相談をお受けしているような形なんです。でこれが先ほど紹介にもありましたレッツウェーブの、コーナーを受け持ってまして、その撮影風景ですね。でこのレッツウェブの方は毎週木曜日の3時10分から放送しているような形です。テレビ埼玉で毎週、火曜日に、夕方5時30分からやっているような、でこれはうちの会社の方としましては漢方と本物の漢方という形の中で海外の漢方の中医 の学校と提携するような形 でちょうどこちらの方は台湾で行われた世界がん学会に出席した時の、でこれは上海の中医学院で、またこちらの方は中国で展開している一部の企業の、でこれは海外からの、教授なんかもうちに来ていただいてると。でこちらの方はでうちの方ではやはりその、食という部分もやはり病気を治す上では大切だということで、健康食材の方も、提案をさせていただいているような形です。ということで、これはこれで終わりですね、竹井市長。はい、じゃ一応とりあえず、うちの会社のこうスライドがちょっと流れましてですね、本題にあります、これから健康と漢方ということに関してちょっとお話をさせていただきたいと思います。で漢方というのはどういうふうなものかというところからちょっとお話しさせていただきたいんですけども、もともとその漢方というのはですね、
話をするいいですか、はい、で漢方というものはですね、もともと中国で発達した医学なんです。中医学というふうな形でも言いますけども、これは日本に渡ってきて、独特の発展をしてきた伝統医学なんですね。で、漢方の特徴としましては、患者様の自覚症状を捉えて、病気を体全体の不調と捉えて正しく正常化に持っていくというのが目的とされる医学なんです。その病気というものをするんじゃなくて、病気から発生してくるその自覚症状、これを正常化に持っていくというのが漢方の考え方なんですね。で、本来人間というのは治す力、自然治癒力というふうな形で言いますけども、この自然治癒力が低下して病気になる。ですから、その自然治癒力を高めて、病気にならないようにしていくという予防医学的な意味合いも持っているというのも漢方の特徴だと、いうことなんです。で、漢方薬の定義はですね、これがよく誤解されている方がいらっしゃるので、これもちょっと皆様にご理解していただきたいと思うんですが、まず漢方薬というのはどういうふうなものかといいますと、2種類以上の生薬の組み合わせ、これを漢方薬というふうに言うんですね。で、例えばその単品、昔から言われるその毒ダミであるとか、あとそのセンブリであるとか、1種類のその生薬で使われるというのは、厳密に言うと、正確に言うと、民間薬というふうな形で表現して、この漢方薬と民間薬を分けるというふうな形で言われているんです。で、この2種類以上のこの生薬の組み合わせ、これどういうふうなものがその組み合わされるのかといいますと、漢方の原料としましては植物性のものと動物性のもの、そして鉱物性のもの、大きく3つに分けられています。植物性のものというのは、植物の、実であったり皮であったり根であったり、で動物性のものでしたら、動物の例えば鹿の角であるとか、六条といいますけども、鹿の角であるとか、あと、ジャコウジカの生鮮みたいな、ジャコウという生薬で、あとはスッポン、マムシ、こういうふうなものも、動物性の生薬と。で、鉱物性のったら、って言われる方がいらっしゃると思うんですが、鉱物性、石膏もですね、石膏ありますよね、石の石膏、これもですね、漢方では体の炎症を冷やす、冷ましていく、そういうふうな意味合いで使うことがあってですね、こういうふうな活石というものだとか、石膏であるとか、こういうふうな鉱物性の生薬も漢方の材料として使っていくような形なんです。で、実際に身近なものとしましては、例えばこの、お手元にある資料の中にもありますけども、みかんの皮も漢方の一つなんですね。温州みかんの皮をこう乾燥させたもの、これは陳皮というもので、生薬名陳皮というものなんですが、これもやはりその生薬で、で、あとシナモンティーとかケーキ、最近では若い女性が紅茶の中に入れて匂いを楽しみながら紅茶を飲みますけども、そういうふうなこうシナモンも、漢方の、原料の一つになっているんですね。で、まず繰り返しになりますけども、漢方というのはその体全体のバランスを整えて正常化に持っていくものが、漢方だということなんです。で、これをちょっとですね、分かりやすいような形で言いますと、漢方は数学的にはプラスマイナスゼロという状況に体を持っていく、とにかく真ん中が一番いいというふうな形なんですね。例えば具体的に言いますと、冷えてる方がいらっしゃれば、プラスマイナスゼロという中央に持ってくるために、同じような相反する温めるという方向性の中でプラスマイナスゼロで更新しすぎているのであれば、
それと反対方向に持ってまたプラスマイナスゼロに持ってくる、抑制してという形の中でプラスマイナスゼロ、とにかくもうヤジロベイのように真ん中に体を持ってくる、どっち側でもないと、真ん中がいいんだというのが漢方の考え方なんですね。まあ、とにかくその漢方はバランスという言葉もよく説明の中で使いますけども、とにかくバランスのいい状態、プラスマイナスゼロ、あるいはその中庸という分に体を持ってくるということに、まあ、非常に、神経を使って、まあ、治療においても、まあ生薬を使っていくという医学なんです。でそこで先ほどのお話にも、ありましたですね、西洋薬とその漢方薬の その違いを教えてくださいなんていう、まあ、コメントありましたけれども、西洋医学と漢方薬どこが違うかというとですね、まず西洋薬っていう分に関しては、まず休養するような怪我であるとか、あとその外科的なその部分を必要とする、あるいはその、まあ、臓器移植、まあ、こういうふうなものに関しましては、やはり西洋医学的な考え方 でまた西洋医学的な治療というのは非常にこう、まあ、大切な部分だと思うんです。ところが漢方医学っていう部分に関しまして言えばですね、今現代病っていうのはその検査をしても異常がないんだけど、でも自覚症状はあるんだというような、非常にこうファジーな体の状態に関しましては非常にこう有効なんですね。まあ、はっきり病名がそのつけられない、決められない、そういうふうな体の状態には、副作用のない漢方薬というのは非常にまあ有効だと。まあ、この部分が西洋医学とその漢方医学の違いであり、またその使い分けの、まあ違いといいますか、まあ、そういうふうに捉えていただければよろしいのかなと思っております。であと漢方の、まあ、健康の、まあ、捉え方といいますか、病気の捉え方、これにはよく4つに分けて説明される部分がありまして、まずその健康という、まあ、心も体も元気な状態で、また反健康ということで、普段は健康なんですけども、まあ、体調に波があって時々辛い状態が出る、でまた反病気ということで、病名はつかないんですけども、まあ、明らかに不快な症状があり、まあ、本人が辛い状態で、病気、まあ、病名がつけられるものということで、この健康、反健康、反病気、病気という、この4つの状態に分けてですね、それぞれの状態に合ったその方のお薬を、まあ、考えていくというのも漢方の、まあ、特徴だと思います。ここまでの中で何か質問ございませんか？大丈夫ですか？まあじゃあ次に行きたいと思うんですけども、まあ、病院のその検査で、まあ、正常値で、あってもですね、先ほどちょっとお話ししました、よく春になると検診があって、検査では大丈夫なんだけれども、まあなんかこう体がだるいとかで、病院のその検査で異常はないんだけれども、まあ何かその違和感がある、まあそういうふうな、状態に関しまして、まあそういうふうなそうですね、まあ、症状がないだけれども、まあ、自覚症状はある、まあ、そういうふうな、
方に関しましては、その、まあ、漢方はその有用だというふうな形なんですけども、で、まあ漢方薬っていう部分が今申し上げましたような状況に使われるわけなんですが、どういうふうなその疾患に関して一番その、まあ、得意とするかといいますと、まずその漢方は全てなんですよね。もう自覚症状に合わせて、まあ、捉えて対応していきますから、まあ、どのようなその疾患に関しましてもお薬は作れるんです。でまた捉えることができるんです。でも漢方はやはりその自覚症状と体質という2つの部分を細かく聞いていかないと、まあ、西洋医学のように一部のその症状を見て、一部のそのデータを見て、例えば病名を決めて薬を出すというような一部だけのものじゃなく、自覚症状、いつぐらいからどういうふうな状況を、まあ、捉えて病気になったのか、でまたその病気がどういうふうな体質のもと起こってくるのか、まあ、こういうふうな部分をこの問診という形の中で捉えて、まあ、いくという部分も漢方の捉えどころなんですね。で一応今の現代病に関しましてまとめて、よく使われている部分をちょっとまとめてみましたけども、まあ、生活習慣病、まあ、高血圧であるとか糖尿病であるとか、まあ、肝臓病、腎臓病、まあ、腎臓病、痛風で現代病であるそのアレルギー疾患のアトピー性皮膚炎、あと鼻炎、喘息、自律神経失調症、肥満症、あと慢性疾患で最近多い、まあ、耳鳴りであるとか、あと膝腰の痛みであるとかリウマチ、あと女性疾患、まあ、最近では女性疾患でも不妊症だとか、まあ、そういうふうな方も多くございますし、あとその前立腺、まあ、男性に限りますけど前立腺肥大であるとか、まあ、白内障であるとか、まあ、こういうふうな慢性的なその疾患にも、漢方は今非常に多く使われているような状況です。で一応まあ、漢方のざっと説明をさせていただきましたけども、実際にこの中から今日はですね、実際に高血圧で、よくなられた方だとか、あと糖尿でよくなられた方の例をお持ちしましたので、まあ、これをもって、まあ、漢方を繰り返していただいてと、思います。それでまず高血圧で、高血圧というものはどういうふうな定義かといいますとですね、上の血圧と下の血圧がそのあるというのは皆さんご存知だと思うんですが、上の血圧を160を超える、でまた下の血圧を、90を超える、こういうふうな分がその高血圧症という、定義になってくるんですね。でこの高血圧の方に見られる自覚症状はといいますと、やはり頭痛がしたりで頭が重たかったり、あと変に動悸がしたり、不安感になったり、あとめまい、ふらつきで不眠傾向、あと肩のこりであるとかイライラ感、こういうふうなものが高血圧症の方に見られる症状になっているんですね。で次にですね、この高血圧症で実際に治療された方の例を持ってまいりました。54歳男性で、症状としましてはですね、血圧が、160近いんですね、158、下が92、先ほどお話しさせていただきましたその下の血圧が90を超えた方なんですね。でこの方の自覚症状、頭、こめかみのあたりが締め付けられる感じだと。で、頭が重く、まあ、頭痛が時々します。で、たまにめまいを起こす。で、肩のこりが ひどかったんですね。で、イライラしたり、不眠の傾向があって、あと、この方は耳鳴りがすることがあると。
あと動脈硬化症とですね、コレステロールを下げる薬を、まあ、服用していますというようなことも相談時に言われた方なんです。で、この方にですね、超糖酸というお薬と、このデューケというものを、まあ、服用していただいたんですね。で、この方の、まあ、経過状況もちょっとお話ししたいんですが、この超糖酸というのはですね、まあ、先ほど、まあ、自覚症状にありました、血圧が高い方の、この頭の締め付け感、そういうふうなものによく使われるお薬なんです。で、デューケというのはですね、このデューケの中には薬用ミミズの酵素が、まあ、ルンブロキナーゼという酵素が入っているわけなんですが、このルンブロキナーゼというのがですね、まあ、血栓を溶かす酵素の 役割をしてまして、で、この方、たまたまその動脈硬化症とコレステロールが高いということだったんで、まあ、併用していただいたという例なんです。で、この2つを使ったちょっと経過をですね、参考までにちょっとお話したいと思うんですが、まず服用しまして1ヶ月経った時点では、後頭部の重い感じがこう楽になってきて、あと肩こりも少なくなってきましたと。で、2ヶ月経った時点では、まあ、頭全体の重い感じもなくなって脳性も良くなってきたと。で、5ヶ月経った時点ではですね、まあ、最近イライラすることもなくなって、まあ、不眠傾向にあった部分が、不眠で悩むこともなくなってきたと。で、血圧も下がってきて、まあ、体調は楽になってきた。で、8ヶ月経った時点では、血圧はこう下がってですね、上の血圧が135、下が83で安定していると。で、血液検査の結果でもコレステロールも下がっていたということで、で、血圧に関して言えば最初160近く上の血圧があって、で、下の血圧も92、90を超えたものが83になって安定していると。で、11ヶ月経過した時点ではですね、さらに、頭痛、肩こり、まあ、こういうふうな細かい症状も良くなってですね、まあ、体全体の調子がすごく良くなりましたという例で、まあ、確かに1年近く、かかりましたけども、まあ、長年悩んだ血圧、高かった血圧もですね、でまた動脈硬化、コレステロール、まあ、こういうふうな値も徐々に下がってきてということで、まあ、改善された方も例として紹介させていただきました。じゃあ、次にですね、まあ、日本人の人口の、まあ、4分の1が、まあ、糖尿病、あるいはその、糖尿病予備軍だということをって言われてますんで、一応糖尿病の、まあ、お話をですね、次にさせていただきたいと思います。で、この糖尿病とはですね、どういうふうな病気かと言いますと、まあ、人間の体の中には膵臓という器官があってですね、この膵臓の β 細胞というところから、まあ、出るインシュリンの分泌異常、これによって糖代謝の異常が起こってくる、まあ、病気のことを糖尿病というふうに言うわけなんですね。で、糖尿病の方にですね、見られる自覚症状はですね、もう大体まあ決まってもこれらのものが出てくるんですね。喉の渇き、やはり糖代謝異常なんでこう水を飲むもんですから、まあ喉の渇きが非常に強くてですね、で、おしっこの回数が増えるんですよね。で、あとその手足がしびれたり、で、体がだるかったり、で、尿が泡立ったり、で、皮膚がかさついたり、で、ひどくなっていきますと、糖尿病のイメージとしましては、太っている方が糖尿病というイメージありますけども、まあ、確かに太ってくると、まあ、糖尿にも非常になりやすくはなってくるんですが、この太ってた体が急に痩せてですね、安心される方いらっしゃるんですが、ひどくなってくると、まあ、体重が減ってくるんで、こうなってくると、まあ、非常に危険な状態になってくるわけなんですね。で、それはそれとしまして、また、高血糖と同じようにですね、糖尿病で治療された方の例をちょっとご紹介させていただきたいと思うんですが、今からご紹介させていただく方っていうのは57歳の男性 で、10年前からこの糖尿病でお悩みの方の例なんです。で、
この方ですね、血糖値が180あって、ヘモグロビン A1C というあの数値、これが 8.1 あった方の例なんです。で、この方の自覚症状はですね、口の渇きがこう強く、あの水分を多く取ると。で、トイレの回数が多くてですね、日中になんとあの10回から12回行ってしまうという。で、夜間はさらにですね、夜間は夜間で2、3回は行く。で、尿がこう泡立ってですね、甘いようなこう匂いがするんだと。で、皮膚がかさつきやすいし、体が常に重だるいという自覚症状をおっしゃられたんですね。で、こちらの方にですね、服用していただいたお薬が、こちらの白花人参湯という漢方のお薬と、で、あとやはり糖尿病専用のですね、解凍紅茶というお茶をですね、いろいろこう、清涼飲料を飲む代わりに、併用していただいたような形なんです。で、こういうふうな、ものを使いながらですね、まず2ヶ月経過した時点で、この方まず口の渇きがなくなってきてですね、トイレの回数も少しずつ減ってきましたと。で、3ヶ月経過した時点では血液検査の結果、ヘモグロビン A1C の値もですね、以前よりも1下がって、で、また、血糖値もですね、当初180あったものがですね、135まで下がってたということで、この3ヶ月の状態で、報告に来られたんですね。で、5ヶ月経過した時点では、最近口の渇きもなくなって、トイレの回数も徐々に減って、皮膚のかゆみもですね、気にならなくなってきたと。で、9ヶ月経った時点ではですね、検査結果でもヘモグロビン A1C の値もさらに下がっていましたし、これちょっと、レジュメの方間違ってます、 BS ですね、血糖値の値も下がってたと。で、13ヶ月経った時点では、体調は非常によく、検査結果はもちろん、以前あった自覚症状もほとんどなくなりましたということで、よくなられた方の、例なんですね。このようにこの方も1年ちょっと、かかりましたけども、徐々に回を追うごとに、自覚症状がなくなって改善に向かえた方なんですが、漢方薬は確かに西洋医学と違って飲んですぐ効くものではないですね。やはりその1年近くもかかって、完治するような形で、西洋医学の薬でしたら、例えば熱があるときに飲んで大体10分ないし15分すると熱がさーっとこう下がってくる。やはり漢方に関しましては、やはり徐々に飲めば飲むほど体に馴染んで、体を正常化に、持っていって自覚症状を消していくというふうな形で、漢方薬は良くなっていくと。そういうふうな形の中で、漢方は遅効性なんですが、副作用がないという部分も、漢方薬の利点だと思いますし、体に優しくしっかりこう体を正常化に持っていける、薬として、今非常にこう注目されているという部分もあります。漢方薬に関してですね、今日はちょっと、時間も短い中、漢方薬の、定義的な部分、そしてまた、それに伴って今日は高血圧と糖尿の2つを、皆様にご紹介させていただきましたけど、何かご質問ありますでしょうか。短い時間の中なんで、こう走るようにちょっとお話をさせていただいたような形なんですが、何かご質問ございませんか。あ、どうぞ。はい、ちょっとお聞きしたので、ひょっとしたら、おっしゃられたかもしれませんけど、花粉症の病気じゃないと思うんですけど、なんか治す漢方っていうのはあるんですか。私の友達がその漢方を言ったら治ったんですよ、すっかり治ったんですよ、違う人を紹介したら、その人は全く治らなかったっていう。それはどうしてかっていうのをちょっと。まず漢方薬で花粉症に効くお薬っていうのはあるんですね。で、一番最初の方にお話しさせていただいたんですけども、花粉症というのは漢方でいう水毒という、余計に体に水分があるので余計なところから出てきちゃう、
まあ、鼻から出てきてしまうというのが花粉症なんですね。で、漢方薬の考え方としましては、余分にある水分、これを乾かしてしまえばいいじゃないかと。で、その方その方の体質に合った乾かす方法を提案すると治っていくんですね。これが花粉症に対する漢方の考え方なんです。それで、ある人は治ったんだけども、ある人は治らないという部分の中では、そのチョイスする生薬の部分が、やはり多少間違ってたんじゃないかなと。まあ、そういうふうな方ですね。この聞いた方に関してはバッチリだったんだと思います。で、聞かない人に関してはちょっとずれてたような部分があるから、聞かなかったというふうな方だと思いますね。はい。はい。あとは何かございますでしょうか。はい、どうぞ。お願いします。まあ、今日は高血圧と糖尿病の、まあ、配合の薬を紹介していただいたんですけども、はい、西洋だと、まあ、その病名に対してこういう薬ということでなんか決めるような感じなんですけども、はい、漢方だとそのいろんな病名というよりもその症状に応じていろいろこう変化をつけていくという形でやっているんでしょうか。そうなんです。例えば高血圧の場合、例えば高血圧っていうのは開いてればいい血管が収縮してしまう、まあ、要はその毛細管現象とかもあれですけども、ピューとこう細い形の中で水圧が上がって上まで上がりますけども、そういうような状態が体の中で起こる現象が高血圧なんですね。開いてばいいのに一部から、まあ、水道の口をこう指で塞ぐような形ですね、まあ、そういうふうな、この無理やり開いていくのが血管拡張薬という、まあ、その高血圧の例えばアダラートであるとか、そういうふうな血管拡張薬というお薬なんですよね。ですから無理やりその狭いものを開いてあげて血圧を一時的に下げる、これが、まあ、西洋医学のお薬 で漢方はなんで閉まってしまって血圧が上がっていくのというその原因を抑えていく、そういうふうなものが漢方のお薬でその方の体質に合わせて調整していくというふうなことです。縮まって変に縮まっていく原因を正す、うん、その薬を漢方で考えていくというふうな形で、対処的な部分が西洋薬、根本的な部分の、まあ、原因療法的な部分が漢方薬というふうな形で捉えていただければよろしいのかなと思いますけど、あ、ちょっと私の説明で、まあ、で質問の答えになってないですよね。大丈夫ですか。はい、はい、はい、あ、はい、すみません、はい、リウマチってよくありますよね、はい、でリウマチの関係はよく、はい、要するにそういう専門の医者なんかに行くんですけど、はい、なかなか治らないというふうに聞いてますけど、はい、でも漢方薬なんかをよく見ると、はい、必ずリウマチだったら出てきますけど、はいはい、漢方薬の方ではあるんですかね、関節にあるんですか。やはり感知というか押さえつけるというふうな形だと思いますね、出てこないようにっていうのが正解だと思います。やはり膠原病の一種ですから、リウマチというのはやはり非常にその、まあ、原因を全てゼロにするということはできないんですよね。やはり免疫力を常にそのリウマチ因子が出てこないように常に押さえつけておく、そういうふうなこう自然治癒力を体に備えつける、これが、まあ、漢方薬の、まあ、考え方なんですね。はい、ラジオなんかで、はい、まあ、宣伝したら通産糖なんかで、はい、あんなのはどうなんですか。そうですね、通産糖というのは魔境緑漢糖という4つの生薬からできた魔境緑漢糖という、まあ、お薬がベースになっているものなんです。でこれは魔王という乾かしていくものであるとか、あとその緑衣人ですね、ハトムギ、まあ、こういうふうなやはり水を抜いて抑えていくという、ですから水毒性の例えば痛みに関しましては非常にこう有効なお薬なので、ですからそれがそのリウマチという分になった時に関して合う人と合わない人が、先ほどの花粉症じゃないんですけど、どういうふうにこう水をこう吐きながら、うん、やっていくか、その水の吐き方が的確なその治療法になる方もいらっしゃれば、そうでない人もいるんで、違ったその、うん、例えばリウマチでしたら例えばエピカジュス糖みたいな、やはりその精烈剤的な部分の入ったお薬がいいリウマチの方もいらっしゃると思います。それはやっぱり、はい、
解放してもらって、はいはい、それをこうずっと飲み続けるという形ですか。そうですね、ある一定期間やはりその抑えつけられるような力を得るまで飲んでいただければいいということですね。はい、あとは何か、はい、そうですね、自分自身なんですけど、はい、五十肩をやってから、はい、そのまたですね、どうしても肩こりが右肩だけひどいんですよ。はい、それで運動の時を針とマッサージで最初はやったんだけども、はい、どうしても取り除けないんで、はい、他のスポーツの関係に行くとぶら下がりがいいということで、はい、鉄棒のですね、はい、ぶら下がりをやり始めて多少今抑えてるんですけども、はい、どうしてもこの痛みが時々出てくるんですけども、はい、何か漢方薬でいいお薬がありますか。そうですね、詳しく聞いていかないと今のでしたらちょっと全て 100% の解除できないかもしれませんけど、まず漢方的な考え方からいきますと、四十肩、五十肩っていうのは水毒性の、痛みだというふうな形で捉えていくんです。で、その中で二術湯という、代表的なその処方が二術湯というお薬がよく四十肩、五十肩で使われるわけなんですけど、例えば水毒性の痛みであれば比較的早くその五十肩、四十肩は治ると思いますし、あとはやはり炎症性の、例えば五十肩、四十肩だと思ってても違ったその炎症性が強いような部分であるとまたちょっとあれなんで、いろいろ細かく聞いていかないと、分からない部分がありますけども、水毒性の五十肩、四十肩であれば比較的早く治ると思います。はい、わかりました。はい、いえいえ、あとは何かございますか。私は糖尿病なんですね。はい、でヘモグロビンが 6.8 ぐらいなんですよ。はい、で漢方でずっと糖尿病の治療してるっていう方いるんですか。やはり多いですね、糖尿病は。確かにその日本人の人口 の、その4分の1が、糖尿病ないし糖尿病予備軍というような形で、で特に男性の方ですとやはりお仕事でどうしても会食の機会が多かったりしますから、食事 の、 その調整がうまくできない、そういう形で糖尿病でその漢方を飲まれている方っていうのはやはり非常に、うちの場合でも多いですね。はい、どうなんですかね。私は、はい、ずっとこう今北側のね潮流に行ってるんですけど、はいはい、漢方とその今の西洋医薬と、はい、途中でこう切り替えるっていうこともできるの、それとそういうのはできないんですか。無理に急にこう漢方を始めたとしたときに、例えば西洋医薬のお薬をスパッとですねやめられない方がいいと思うので、例えば漢方をやるにしましても、やはりその西洋医学的な部分のお薬を飲まれていらっしゃる方であれば、少しの間はダブらせながら併用していただいて治療された方がいいと思います。でやはりそのなぜかと言いますと、病院 の、 その治療されている方というのは、人工的に、インシュリンを出したり、あとはインシュリンと同じような作用をするものを体に入れるものですから、それがなくなった時に血糖値の調節ができなくなったんですね。で漢方薬は先ほど言いましたように、例えば水道の働きを正常化に持っていくというふうな部分の中ですぐ良くならないんですね。やはり働きを良くしていくわけですから、ある程度の時間がかかりますから、その時間を埋めるためにはやはり最初ダブらせながら併用しながら症状も抑えつつ働きも良くしていくような漢方薬でという2つの方向性でやりながら、最終的には西洋薬のお薬を少しずつ切っていった方がいいと思います。その方が安全ですよね。はい、あとは何かございませんでしょうか。大丈夫ですか。
じゃあ、まあ、少ない時間でしたけども、まあ、漢方のお話に触れていただければということでお話しさせていただきました。今日は本当にありがとうございました。